さんこんにちは、自動車ライターの伊藤あずさです。カープライムカッティングエッジ、今日はこちらの日産のテストコースグランドライブにお邪魔しておりまして、何の試乗会に参加しているかといえば、じゃじゃん、こちらです。スカイラインのニスモに今日は試乗させていただけるということでやってきました。いや、スカイラインにもいよいよニスモが追加されたかということで、まあ、どんな走りを見せてくれるかとっても楽しみなんですけれども、まあ、まずは詳しくいろいろ何が変わっているのかを紹介していきたいと思います。まあ、このスカイラインニスモなんですけれども、今回のコンセプトがザ・スカイライン GT ということで、まあ、往年のですねスカジーとか、まあ、皆さん思い出すと思うんですけれども、まあ、そういった究極のグランドツーリングカーを目指しましょうというコンセプトを受けて、このニスモのスカイラインが開発されたそうです。でまずはデザインとかを詳しく見ていきたいと思うんですが、まずフロント全然違いますよね。このバンパーの形状変わってまして、このライト周りですとか、まあ、ちょっと新しい GTR にも似てるかなっていう感じの、この縦に2つ分かれたライトがついてますね。まあ、横に回っていただくと、まあ、こちらホイールも新しい専用のデザインになってます。まあ、リムの幅が大きくなっていて、まあ、円形さんとのコラボのホイールだそうですけれども、まあ、リム幅が大きくなっているけれども、ちゃんと軽量化も図られているという、まあ、ホイールになってますね。そしてですね、もう各所にいろんなポイントあるんですが、これですよね、さっき言ったスカイライン、ザ・スカイライン GT ということで、この GT のロゴマークが復刻されてあります。これついてると、うわー、なんかあのスカジーのねみたいな感じで懐かしく思われる方もいるんじゃないでしょうか。まあ、こういったおしゃれなポイントもあったりですとか、あとはエアロがこうぐるっとサイドにも専用でついておりまして、後ろに回っていくとまた後ろ側にもこうしっかり専用のエアロがついている形になりますね。そしてここにしっかり後ろにもニスモのロゴが入っていて、でリアフォグランプもついてます。このセンターのリアフォグ、これ GTR の新しいのにも採用されてますけど、やっぱこれついてるだけで、いやちょっとすごいスポーツカーに乗ってるなっていう雰囲気が出るんじゃないかなと思います。まあ、もちろんデザイン性だけじゃなくて空力とかも向上しておりまして、車のリフト量を抑えたりですとか、しっかり走りに効く性能がこのエアロであったりスパイラーであったり、いろんなところに施されているというところがポイントになってますね。まあ、あとはですね、まあ、いろいろまた変化のポイントがあるんですけれども、例えば、まあ、フロントで言うと、フロントのサスペンションで言うと、あのバネレートがちょっと高くなってますよっていうところ、そしてリアですと、リアはあのバネレート一緒なんですが、スタビライザーのまたその剛性が上がっているということで、まあ、よりロールに効いてくるような形になってます。あとは先ほどちょっと言い忘れましたけど、タイヤですね、タイヤも専用設計で新しくなってまして、でリアのこの幅が広がってます。まあ、リア側だけちょっと幅広いになってて、より安定感が増してると、さらにグリップしますよということで変わってるそうですね。まあ、従来ランフラットだったタイヤがラジアルタイヤになって軽量化も図られているということで、まあ、かなりこれも走りに効いてくるんじゃないかなというところで、まあ、面白いポイントかなと思います。細かいところで言うと、あとボディの剛性を高めるために、まあ、ガラスですよね、ガラスの接着をこう GTR と同じようなものでしっかりこう接着されてるので、これだけでもこのねじり剛性がすごく上がってるそうなので、まあ、細かいところなんですけど、まあ、そういうところがしっかり変わっていますということですね。で多分皆さんあと一番気になってるのがエンジンだと思います。まあ、そちらも変わってますので、まずはエンジンルームも見ていきたいと思います。はい、ではこちらがエンジンルームになっております。まあ、400R と同じエンジンを基本的に採用してますね。 V6 のツインターボエンジン、今時この V 型のエンジン搭載している車も少なくなったので、これが楽しめるっていうのもスカイラインのいいところかなと思います。で、まあ、もちろんエンジン、そしてチューニングが変わってまして、専用になってましてパワーアップしてます。まず馬力が上がってまして、420馬力に上がってて、15馬力ですね、標準車から向上していると。でさらにトルクが今回ポイントということで、550ニュートンメーターになっています。まあ、これ標準から比べると75ニュートンメーターも上がってるんですね。でこのトルクが上がってるっていうだけじゃなくて、そのどの回転域でもこうトルクが全体的にこう上がっているそうなので、なので低速から高速まですごく気持ちよく回るエンジンになってるんじゃないかなっていうのが期待されますね。まあ、それはちょっと試乗で試してみたいと思います。
それでは内装も見ていきたいと思います。まあ、まずこれ座ってみるとやっぱシートこれすごいしっかりしてますよね。このサイドサポートが腰回りとこの太もも周りにありますし、さらにこうキルティングみたいな加工を施されてて高級感もちゃんと演出されてますよって感じですね。あとは赤いステッチとかがいろんなところに入ってて、まあ、このシートもそうですし、このダッシュボード周りとかこうシフトノブにもですねこうステッチが入ってるので、まあ、これだけでもこうニスモだぞっていうやる気を感じますよね。この真ん中にはちゃんとニスモって書いてあってシリアルナンバーも入ってます。で今回このニスモがなんと仙台しか売られないということで、まあ、仙台中ナンバーみたいな感じでこれシリアル入るんですよね。これテスト車なんで0番ですけど、もうこんな形でちゃんとシリアルナンバーも入ってるところが、まあ、この限定車っぽくていいのかなと思います。あとこれステアリングちゃんとこうセンターにこの赤いマークついてますよね。これもうスポーツカーの象徴であるこのどこでこうどこまでこう回してるか一目でわかるっていうね、この印もついてたりですとか、まあ、あとはステアリングにもちゃんと内側にステッチ入ってますねっていうところがちょっとニスモらしいんじゃないかなと思います。まあ、その他も、まあ、しっかりあのスカイラインの元々の装備があのされてるので、まあ、もちろんドリンクホルダーもここであったりこのドアポケットにもついてますし、あとやっぱりちゃんとした高級感を保ちつつこのニスモの雰囲気が組み合わされているので、まあ、セダンとしても普通に使えるかなという感じしますね。だいたいこうスポーツカーでこう赤とかを使いすぎるとちょっと恥ずかしいなってなるんですよ。私タイプ R で内装真っ赤でちょっと恥ずかしいなってなってるんで、そういったところなくていいですね。やっぱスカイラインはスカイラインなりのこの上質さがしっかり残っているところが、まあ、個人的には好感度が高いです。実はこのスカイラインニスモにオプションがいろいろ付けられまして、こちらの車がそのオプションもりもりということで見ていきたいと思います。はい、で開けるとあやっぱりこのまずレッカローのシートですよね。まあ、これが全く違うのでまずはオプションでこのレッカローのシート付けられるんですけれども、これもう2脚でこの20キロもあの車として全体として軽くなるので、まずこれつけるだけで車の軽量化もできますし、やっぱりこれ座ってみると標準とのサポートついてるんですけれども、やっぱりこのしっかりとしたサポート感となんかこう体が絶対動かないだろうなっていう安心感がホールド感があって、やっぱノーマルと比べちゃうとこっちの方がいいよなっていうのは個人的には思いますね。私ロードスターにバケットシートを入れてるんですけども、バケットシートって実は長距離運転するときすごく重宝して、あの体がしっかり固定されてるんで全然腰とかが痛くならないんですよ。なので、まあ、グランドツーリング用にもこういうレカロのバケットシートは絶対にいいと思います。本当スポーツドライビングだけかなと思ってる方もいるかもしれないですが、まあ、ちゃんと GT グランドツーリングカーとしてもバッチリですよっていうのは伝えておきたいですね。あとはインテリアにこの辺カーボン調のこのパネルがオプションで設定できますよと。やっぱこれついてると見た目全然変わりますね。まあ、さっきから GTR とか言ってますが、やっぱ GTR とかは内装こういうカーボン調のねパーツが多いので、まあ、これつけるだけでもやっぱりこうよりこうスポーティーな感じがしてかっこいいかなと思います。さっきも言いましたが、こうやりすぎてないところがいいですよね。カーボン調だけどなんかいかにも走るぞっていうところだけじゃなくて、こうさりげなくデザインに溶け込んでるところがいいかなと思います。はい、ということで今からスカイラインのニスモに乗っていきたいと思います。まあ、今回はグランドライブという日産のテストコースを走るんですけれども、いやまずはやっぱりこうトルクアップしたというところで、その 400R がベースにはなってるんですけれども、まあトルクでいうと75ニュートンメータートルクがアップしているので、それはものすごく効いてると思いますね。まあ馬力よりもそのトルクを上げることにまず注力したとおっしゃってましたけど、あの 400R のエンジンをチューニングしてトルクアップしたことによって、確かにものすごいこの低速からのパワフルな加速感っていうのがもうなんかちょっと圧倒的ですね。こんなにパワーがさらに増
増えるとは、400R でももう十分とんでもないもうパワフルなスカイラインだったにもかかわらず、ニスモになるとまた全然違いますね。気持ちいいな。ちょっとこの低回転でややこうペダルを乗せている時にでもこうふわーっとこうパワーが溢れてくる感じがして、100キロまで加速していいそうなので100キロまで加速しますけど、うおー、はい、なるほど。やっぱり今2500回転ぐらいからちょっと踏み込んで80キロから100キロぐらいまで加速してみたんですけど、もうそのもうすでに速度が出ている状態からでも、もうどこからでもこの回転数のどの領域でもすごくパワフルに加速してくれるってことがよくわかりますね。で今回今スポーツモードにしてるんですけれども、このニスモのチューニングとしてはスタンダード、スポーツ、スポーツプラスの部分でチューニングを変えているということで、はい、ということでパワー感は結構どんな回転数からでもかなりトルクフルだったことが分かったので、次はちょっとハンドリングとか操縦安定性とかの面についてちょっと確かめてみたいと思います。まあ、今回大きく変わったところでいうとタイヤが変わったそうですね。まあ、専用開発にしてありますよとニスモ。でその専用開発の部分でいうと、まずリアのタイヤの幅が広がってます。でハイグリップのタイヤになっているということで、まあ、そのタイヤのグリップ感もやっぱり全然違うのかな。踏ん張ってく感じとかもコーナーでものすごくこうしっかりこうグリップして回転してってる感じがすごい感じられますね。限界域がすごく高くなってるんじゃないかなと思います。これでもステアリングのなんかこのパワステの設定変えてないのかなっていうぐらい、このハンドリングがね、この、まあ、タイヤとか全体的なバランスにめちゃくちゃマッチしてて、このハンドル回した時の感覚もうすごく気持ちがいいんですよね。はい、でタイヤがまあ大きくなってたりとかしますよっていう部分と、あとはフロントのサスペンションでいうとバネレートがちょっと高くなってると。でリアはスタビライザーが変わっていて、またそのロール方向に対してしっかりまた効いてくるっていうところで、それだけでもすごく変わってくるんだなっていうのが、まあ、これに乗って感じますね。スカイライン、その普通のセダンのスカイラインは乗ったことがあるんですけれども、やっぱりなんかもうちょっとね、こうセダンの中ではやっぱスポーティーで、なんかすごい気持ちよく走れる車だなと思ってたんですけど、なんかやっぱりセダン、このサイズのセダンで言えば、まあ、ややもったりするのは当然かなっていうところがあったんですけど、これすごいですね。なんかすごい機敏なんですよ。で今回いろんなニスモの専用装備をすることによって、まあその車重が重くなってるんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、実はその元の 400R と車重は変わらないんですよね。全く変わらなくなってて、まあ、いろんな性能がアップしていながらも、そのしっかり各部分を軽量化することによって、この軽快なハンドリングも実現してるんだなということがよくわかりますね。でなんかもっとこうね、すごいスポーティーな車で、本当にハードなスポーツカーっていうイメージだったんですけど、スカイラインとこのニスモを組み合わせると、なんかその上級のセダンのしっとりした感じと、そこになんかニスモのそのスポーツ性がうまく合わさって、めちゃくちゃ気持ちよく走らせられる車になってますね。スポーツモードにしたので、次はスポーツプラスで乗っていきたいと思います。スポーツプラスっていう、これ大丈夫なんかなみたいな。いやでも本当に、まあ、リアのタイヤが広がったこともあるのか、すごい安定感がね高いから
別にここで何しても何も起きないよねっていう感じがするんだよ。めっちゃ楽しい。うわすごい、この結構こうきついコーナーで出る時のこのコーナリングのこう傾いた時の姿勢になった時にリアにかかる、一番こう体重かかってるじゃないですか。その接地感というか、なんだろう、やっぱリアのこのトラクションがすごいので、もうなんかコーナリング中破綻するのはもう難しいですね。本当に大きいサーキットに行って、それこそもう限界域まで攻めないと、本当に限界の限界まではいかないなっていう感じが今しましたね。いやーいい車だ。まあスポーツプラススタンダードでも十分なんだろうな。あーでもやっぱりスポーツとかスポーツプラスに比べるとスタンダードはトルクの出方がマイルドになるので全然違いますね。これはこれで日常域で使うには全然これでいいのかなっていう感じはしますね。やっぱスポーツがいいですよ。スポーツがめっちゃ気持ちいいもん。これなんかスカイラインのイメージが変わったな。いや私ってあんまりこうスカイラインに触れてきた歴史がないので、こう今回どういう風にそのスカイラインがニスモになって何を感じるかなと思ったんですけど、いやすごい、なんかみんながこうスカイラインとかに憧れる気持ちが分かりましたね。これめっちゃいいもんスポーティーなセダンの中では今ナンバーワンなんじゃないかな。しかもこれ本当日常域でもこれ全然使えるじゃないですか。乗り心地もいいし、だからそれをね、なんかこれすごくその日常性とスポーツ性の両立が凄まじくよくできてて、 AT いいな。もうなんかねすごい気持ち、エンジン気持ちよくて、その AT 気持ちよくて、いやなんかすごい最高やんっていう感じになってきました。最初なんか本当にスカイラインで何を喋ろうかっていうところから、こういうスポーティーなセダンってこんな面白いんだっていう、ちょっと驚きに変わりましたね。ということで今回はこちらのスカイラインニスモ試乗してきました。いや実際に乗ってみるともう普通のスカイラインとは全然違う車で、まあ、最初にザ・スカイライン GT というコンセプトでやったと言ってましたけど、本当にグランドツーリングを極めた車ってまさにこのことを言うんだなっていう走りを見せてくれましたね。いや本当に運転してて気持ちよくて楽しかったので、なんか本当にニスモのチューニングってすごいんだなっていうのも改めて感じました。なんか細かいポイントを少しずつ変えてるだけなのかなと思ったんですけど、それがもう走り全体に効いていて、もうこの一体感が本当に気持ちよくって、まあ、いろんな人にこの車を試してみてもらいたいなと思います。ただ仙台限定っていうのがもったいないですね。いろんな人にもっと乗ってもらいたいなって感じるぐらいすごくいい車でした。ということで今回の動画も見て楽しいな、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんこんにちは。カープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。